はい、今、見えてますか？はい、大丈夫です。はい、お願いします。私は郡山ザベリオ学園小学校の青山のりをしています。類似郡山のリーダーも務めていますが、先ほどの水山先生の発表が、箱根ということで、私実はもともと静岡の学校で勤めてたので、毎年ここに箱根越え行ってたので、すごく魅力的だなと思って聞いてました。このまま自分の実践報告しなくてもいいんじゃないかと思ったんですが、ちょっとそんなことも言ってられないので、紹介させてもらいます。まず、私が今日紹介させていただくのは、ロイロノートを児童が使いこなすためにということで、ミニ認定ティーチャーというものを、子供たちとやっています。で、ちょっと拡大しますね。ミニ認定ティーチャーをやるに至った経緯なんですけども、クラスの児童同士でロイロノートの使い方を考えてほしいなというふうに思ったことと、こう、私のクラスだけ使えるということではなくて、学校として使えるようになってほしいなというふうな思いがあったので、こちらの認定ティーチャーというものをやっています。で、こちらの良さとして、もともとは、子供たち向けに取り組んでいたものなんですけども、実は、職場の先生方にも取り組んでいただいて、実はこんな機能あるんですよっていう確認の成果もできたので、先生向けでもあり、子供向けっていうのも、やってみてよかったなと思ってます。で、今日ですね、実は時間がそんなにたくさんあるわけではないので、簡単になんですけど、紹介していきたいと思うんですが、まず、どんなことやるのかというと、実技形式のテストを作成しました。すべてロイロ内で、してやっています。で、そちらを児童に送って、児童がテストを受けて、で、私結構大事にしてるんですけど、合格者には認定の証を発行しています。ですね、こちら画面見えるでしょうか。実際のロイロ認定ティーチャーにも、名刺を配っていただいたりとか、シールを配っていただいたり、とてもこうやってもらっていて、すごく嬉しいですし、あ、じゃあもっとやってみようというふうになってますので、まあ、子供たちにも同じ体験をして、で、こう、もっともっとより良い使い方っていうのを考えてもらえればな、というふうに思って取り組んでます。で、実際に中身なんですけども、こちらが子供たちに配布しているミニ認定ティーチャー試験になります。はい。でですね、よいしょ。こちらのミニ認定ティーチャーなんですけど、いや、本当に簡単に作れて、例えばこれ1枚目なんですが、ウェブカードと、あと名前の打ち込みっていうのをやってみましょう。本当基本的な操作になってます。はい。その次も同じで、自撮りの写真を撮って、そこに手書きで書きましょう。もう一つは、縦書きが使えるので、縦書きしていきましょう。資料箱に資料入っているので、その資料取り出して、写真をカットして、で、その写真カットしたものを今度コピーして、180度回転。まあ、このように授業の中でも実際に使えるような内容で、テストを組んであります。はい、地図機能も使ってみましょうね。シンキングツールっていう機能ありますよ。はい。そして最後にそれを書き出して動画にもできるんですよ。その動画に吹き込んで、こう音声を入れることもできるんですよ。っていう内容で作ってます。で、最後こういうのを広めることができますかっていうアンケートを作成しています。このような形で、実施しているんです。一番大事にしているその認定と運営についてちょっとお話しできればと思っていて、合格者には認定証の発行とロック画面の認定番号を発行しています。どういうことかというと、本校の6年生は、ですね、iPad の画面が2文字になっているので、そこの下にですね、このようにロイロノートのロゴと認定ティーチャーの番号を入れてあげて、ロック画面を開くとその子が認定ティーチャーかどうかがわかるというふうな仕組みを作っています。また、こちら iPad 内で作成できる、証明書になるんですけど、こちらも真ん中の部分、サンプルの写真になっていますが、子供たちの写真を入れて発行しています。はい。あとですね、こちらのシール、実はロイロノートさんにちょっとお願いして、シールくれませんかということで、実は人数分もらって、認定をした後、このシールをあげています。はい。で、もうちょっと本当は詳しく説明したかったんですが、ちょっと今日抜け道させてください。
もっと詳しく説明した動画を先に作っておきましたので、こちらの、QR コードを読み込んでいただくと、実は YouTube に飛ぶようになっていて、そちらで今日の、私が説明したかったことをちゃんと1人分の15分の枠に収めた13分50秒になってますので、ぜひこちら見ていただければと思います。で、最後に、私、LEG ポリアノも、のリーダーも務めてますので、そちらの QR コードも読み込んでいただいて、いいねなどしていただければと思ってます。はい、すいません。時間が来ましたので、こちらで終わりにします。ちょっとお待ちください。